どうも、ラブミードゥです。今の仕事運、これからの仕事運をタロットで占います。今から4枚のカードを引くので、その中で気になるカードを1枚だけ選んで決めてください。さあ、こちらの4枚のカードを選びました。どのカードが気になるでしょうか？決まりましたか？ではまずこちらのカード、教皇のカードが出ました。このカードを選んだ方は、迷いがあっても信じて進む、自分の力を信じて突き進む気持ちが大切な時だと言っています。不安な気持ちがあっても、自分は選ばれた人間だ、強運だと思ってください。また信念を貫き通す時でもあります。おいしい話が来てもすぐに飛びつくのではなく、義理や友情を忘れずに、他の人の気持ちを考えてから行動をとってください。信頼を裏切らないようにとカードは言っています。さあ、続いてこちらのカード、ワンドの10のカードが出ました。このカードを選んだ方は、今いっぱいいっぱいになっているかも、抱え込んでいそう、周りに悩みを打ち明けたり相談に乗ってもらった方が良さそうです。または今まで種をまき頑張ってきたものが実ったり形になったりする時でもあります。急に話がまとまったりとかもあるかも。もしくはやるべき準備は整っていて、あとは自己表現をするだけなのかも。その他、人をまとめなきゃいけない立場になる暗示も出ています。さあ、続いてこちらのカード、ペンタクルスの8のカードが出ました。このカードを選んだ方は、今地道にコツコツとやっていくことが大切な時です。もうすぐ良い流れが来るので、その時に十二分に力を発揮できるように、もう少しだけ力を蓄えておいてください。やり残したことがないように完璧に仕上げておいてください。他の人に一気に差をつけられるようにしっかりと準備を。必要とされたり特別な存在になれるチャンスの時です。さあ、最後にこちらのカード、死神のカードが出ました。このカードを選んだ方は、辞めたい気持ちが、もしくは辞めるのに良いタイミングでもあります。大きな決断をするのにも良い時、自分の決断を信じて、もしくは今辛く自信をなくしていたり苦しい気持ちの人もいるかもしれません。それは新たな自分に生まれ変わるチャンスが来た時だと思ってください。ボロボロな状況になっている人ほど、これから大きな幸運がやってきます。必ず運命の出会いがあるので、その人が現れたらしっかりとつなぎ止めてください。新たな自分に導いてくれます。それじゃあまた。